今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はフグと刃物専門店です。丸井さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、5月になりました。はい、そしてまあフグの季節楽しみだったんですけれども、季節が変わりましたね。そうです。私は専門店やからフグとハモしかやっておりませんので、はい、でもうハモのシーズンになりましたので、このようになっておりますので、はい、ハモと言いましても本当にいろんな楽しみ方があるんですね。そうですね、はい、いろんな食べ方がありますので、そうですか。もしよければ錦へ来てもらって説明してしますので、はい、またそれで食べていただくと美味しく食べていただきますので。そうですか。まず一番まあおなじみと言いますと、この刃物落としが定番なんですけど、おすすめは私とこはこの焼いたんが美味しいと思うんですよね。焼いた刃物、はい、はい、そうですか。この刃物もやっぱり随分こう切り方とか、それからそういうので味がね随分違いますよね。うん、味が違うのはやっぱりタレが違うんですよ。タレが違う、はい、タレが違うんですよね。そうですか。タレの違いで刃物を焼いたんは美味しい味内が決まりますんで。そうですか、はい、そしてちょっと一緒にお店の外に来ていただいて、はいはい、こちらが私気になるんですけれども、はい、これは 見慣れない、そういう感じ。器で炊いていただくんです。刃物の子、甲と肝と浮き袋なんです。浮き袋、はい、はい、刃物浮き袋ってやっぱり細長いんでしょうか。あ、浮き袋、これがないと浮かないですから。本当ですね。はい、その浮き袋もやっぱり食べることができるということですね。はい、この刃物の方は甘辛く炊きます。薄味で上品に、はいはい、そして肝はこちらに炊いた肝を置いてらっしゃいますけれども、はいはい、これはちょっと味がついてますんで。そうですか、はい、これは食べてもらうとわからないです。いや、ね、日本酒に合いそうですよね。はい、でこれを隣が刃物、はい、頭と骨ですんで、これは出汁取りですんで。ハモって本当に骨と頭は、はい、もういっぱい全部食べられますんでね、ハモは。そうですね、はい、そしてこれはやはりお鍋、ハモしゃぶですね。しゃぶしゃぶしていただきま す、ね、これはもう、はい、私もの定番ですんで。そうですか、はい、お野菜何がありますでしょうかね。白ネギと三つ葉だけなんです。そうですか、はいはい、分かりました。ご主人とぜひこのお店に来て、そういう、はい、どうしたらいいですか、はい、という質問をしてください。お話をさせていただきますんで、どうぞ、はい、はい、寄っていただきます。丸井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうぞよろしく。